足利市、川崎京南交差点、大田方面を望む。方向が、県道8号20号128号が128号が8号が始動である。足利市、柳田町地区太田市、熊野町交差点交差点より、奥が県道128号である。栃木県道、群馬県道128号、佐野大田線は、栃木県佐野市から、 群馬県大田市に至る一般県道である。本路線は佐野市の市街地に位置する本町交差点から佐野市村上町や足利市川崎町、福井町などを経由しながら精神し、大田市の中心部に位置する熊野町交差点までを結ぶ延長およそ2 0トルの道路である。起点から佐野市村上町までは栃木県道67号桐生岩船線や、 栃木県道223号、寺岡立林線と重複するため、本路線が単独区間になるのは、起点から 4.3km ほど進んだ東、小北交差点からである。かつて本路線は、足利市寺岡町、寺岡町交差点で、栃木県道67号、生岩船線と、栃木県道175号、山形寺岡線に、接続していたが、2009年3月に、 佐野市村上町区間の延長工事が完了し、佐野市村上町、東ず湖北交差点で、栃木県道223号、寺岡立林線に接続した。これにより、旧道は主導に降格、分岐点には、信号機が設置された。足利市の田町、川崎京南交差点から、久保田町を経由し、柳田町の十字路交差点までを、結ぶ。 延長330メートルほどの高架橋である。この区間で、栃木県道8号足利館林線、栃木県道20号足利大浦行田線、栃木県道128号佐野太田線の3路線が重複している。なお、川崎京南交差点は、県道20号の起点であり、柳田町の十字路交差点で3路線はそれぞれ分岐する。ありがとうございます。